なんかないかな。おい、そんなところで何をやっている？ああ、フォンビーレフェルト卿。いや、サッカーボールの代わりになりそうなものを探してたんだけど、なかなか見つからなくて。マッカーポール？誰だそれは？男か？あ、いえ、いや、そんなビートルズの関係者みたいなのと違いますから。サッカーボール。サッカーボールですから。うん、いや、さっき、渋谷がグレタと仲良くキャッチボールしてるところ見ちゃってね。僕も珍しく、体を動かしてみたくなったんだ。で、もともと野球よりサッカー派だし、サッカーボールの代わりになるような、手頃な球がないかなって探してたんだよ。球？その、ロッカーとかいうやつにも球が必要なのか？ああ、ロッカーじゃなくて、サッカーね。こう、頭くらいの大きさの球を蹴り合って、網を張った箱の中に、たくさん球を蹴り入れた方が勝ちっていうスポーツなんだ。だから、ボールがないと始まらないんだけど。頭くらいの大きさと言ったな。僕に少し心当たりがある。ここで待っていろ。ちょっと、フォンビールエルト卿。行っちゃったよ。大丈夫かな。若くてピチピチに見えるけど、渋谷の話じゃ、彼実は82歳らしいし、82歳って言ったら、普通はおじいちゃんだもんな。おーい、持ってきたぞ。こりゃまた随分早く。って、どうした？どうしたじゃないよ。それ、どこから持ってきたの？借りてきた。ちゃんと本人の了承は得たぞ。確かに、頭くらいの大きさとは言ったけど、まさか、まんま頭蓋骨を持ってくるとは。骨貴族だ。たとえ砕けて粉々になっても、かけらを集めればちゃんと元に戻るから大丈夫だろ。大賢者が蹴ると言ったら、奴ら大喜びで頭を差し出してきたぞ。って言われてもな、これ蹴るのはさすがに抵抗が。あ、目があった。ねえ、気が済まない。なんだ、これでは不満か？よし、では次の球に行ってみよう。え？ふん、僕は今、最高の球を用意する方法を思いついたぞ。見ろ！炎に属する全ての粒子を！火の玉はなし！火の玉はなし！